遅いです。今日はユウくんもまだなんです。いいんですか、こんな遅くまで子供ほったらかしにして。どうしても乗り越えなきゃいけないの。古畑くん、自分の力をちゃんと役に立てたいの。もう大丈夫だ。わかった。うちに学校の先生なんてみんなそう。自分の身を守るためならどんな気弁だって言えるし、生徒の心だって踏みにじれる。どうしても乗り越えなきゃいけないの。アスカさん、あなたはもう帰ってください。え、奴はもう追ってこない。でもいいから帰ってください。自分の力をちゃんと役に立てたいの。好きだからそうなった。傷つくのは私じゃない、間違っているあなたです。選ばれる可能性が高いのは、やること全部めちゃくちゃすぎるっつーの。